続きまして、はい、残り2機種はベイトです。ベイト。で、そのうちの1機種が SCC の 610H、はい、ST ソリッドティップ搭載のヘビーロッドですね。この610H の ST とスピニングの SUL は実は最初の4機種を出した時点からずっとプロとはやってたんです、はい、やっぱりメインとなる60のハーフの UL でワンランク柔らかいやつあとカバー打つ用のヘビーロッドっていうのは絶対に欲しかったんですけど、 SUL と610がどうしてもなかなか決まらなかったんで、まあ1年遅れっていう形になりました。で、まあソリッドティップのヘビーロッドは僕には絶対欲しかったんです。じゃあなんでかっていうと、カメラダムでカバーを打つときに、まあ、ジカリグとかテキサスとかラバージグとかやるときにやっぱりかなりシェイクを細かくしてあげないと食わないですよね。で、まあ、カバーが釣れるときって、まあ、大雨の後とか台風の後で増水して濁ってインレットとか、まあ、イージーに食うんですけど、そうじゃない時でも、まあ、カバーって釣れるけどやっぱりなかなか食わないからパワーフィネスが出てきたりとかベイトネコが出てくる。でも重いシンカーで落としてあげなきゃ食わない時もある。そういう時にやっぱりしっかり誘ってあげる。去年も一回大雨の後にカバーで1日2キロ以上釣ったんですけど、その時もカバーに超魚入ってて大雨の直後で食い立ってるはずなのにロングシェイクでゴンみたいな感じだったんですよ。そういう時に対応する。ロングシェイクってのはない。それ、まあ、5から10でも、でもせいぜい10秒ぐらいですよね。ふって入れてダダ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 って感じ。あんまりやっぱり長くやりすぎちゃうと時間かかって仕方ないんで、まあせいぜいそれぐらいでやりました。そういう時にやっぱり細かくシェイクできるように、これはここまでソリッド、はい、搭載してます。で、ただガッチガチに硬いわけではなくて、僕の竿って結構ティップが入ってベリーとバットが止まるっていう竿が多いんですけど、これは若干ここが入るんです。ああ、本当だ。はい、ほうほうほう。ここはもちろん強いですけど、ここ結構曲がるんですよ。で、ソリッドがついてあるのは上から2個目、3個目ぐらいまでですもんね、はいはい、で、曲がってくれることによって、まあ、バレない、うん、急激に曲がるわけではないんで、はい、しっかりフッティングが決まりますけど、バラしづらい。あと、曲がることによってバックスライドの高比重系の脳進化、あと、ヘビーキャロー、ヘビースピナーベイト、2分の1オンス、4分の3オンスのスローロール、はい、ディープクランク、はい、あとはスイミングマスター、はい、僕がかなりスイミングマスターやってるんですけど、そのスイミングマスターの釣りも全部この竿です、はい、だから去年豊房で1日40アップ20本以上釣ったスイミングマスターのスイム、あの中層スイムも全部この竿でテストしてやってました。へぇ、はい、4号とかぶち抜いても全然大丈夫竿です。これ今プロモーションしてもらってるんですけど、本当ですかこの人の言ってること。大丈夫嘘まだなんか隠してますよね。何も隠してません。絶対隠してる。ちなみにこれが25,500円、はい、25,500円、はい、だからあの自分のこれ春さんに聞いたイメージだと、あのエバーグリーンだとあのファクトですごいのあるじゃないですかはい、はい、でもヘビーでソリッドティップの竿って本当なくて、はいはい、で買おうってなると結構高い、お高いモデルしかないんだけど、はいはい、これが25,000円ぐらいで、はい、ヘビーなソリッドティップのベイトが買えるっていうのはかなり嬉しいですね。そうですね、うん、であとおかっぱりとかでもいろいろ使えるんで便利な一本だと思います、はい、やっぱりおかっぱり霞水球だったらバックスライドやったりとか、はい、あと 5g のテニスとかも全然使えるんで、はい、そういうのにも使いやすい。これバットがすごいガチムチに太いですよね。そうです、パワーかなりありますね。そこら辺全然曲がんないから、はい、全然曲がんない。まあ他のニンニンが琵琶湖でこうやって60釣ってるんで、はい、全然パワーも問題ない。上手い人じゃないと60上げられないとかそういうやつなんじゃないんですか。琵琶湖は全然釣れますよね。大丈夫ですかそれ。ニールが負ければいいんじゃないですか。僕でも釣れますかそれ。でもなんか、ま、それ全然釣れますよ。プロだからテクニックで釣り上げたとかじゃないんですか。いや大丈夫ですか。はい、穴打ちして、はい、ゴンって来て釣れたみたいです、大丈夫。これも絞り込んでもらって、はい、いきまーす、はい、ねー、バットが、うわ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 これよくやってもらいますけど、
これやった時にフィッシングショーでバキッと折れたみたいなシーンが撮れたらなかなかハプニング映像で、はい、なかなかハプニングですね。折れないですね。折れないですね、はい、でも僕なんかどっかで折れてるの見たことありますよ。じゃあここは、はい、いや、ここ打ちじゃなくてどっかのここで。いや、やばい、それ危ないんで、やめましょう。じゃあ、はい、ありがとうございます、はい。